はい、また。はい、皆さんこんにちは。マイクの関係で1分遅れてましたことをお詫び申し上げます。今日もまた佐藤勝さんからですね、前回に引き続いて日露関係、特に今ウクライナ問題が出ました。先月もタイミングよくですね、まあタイミングよくっていうか、その偶然な巡り合わせですけども、ウクライナで紛争が起き始めてのすぐ の大事情でしたからですね、佐藤さんから極めて時期を得た話をいただいたんですけども、今回もまたですね、佐藤さんから佐藤さん流の分析をいただきたいなと思っています。昨日私は岸田総理に予算委員会で質問しましてですね、北方領土は日本の国益かと聞きましたら、国益だと答えられました。日露平和条約締結は日本の国益かと尋ねたら、同じく国益だと。北方領土問題解決、そして日露平和条約締結、この思いはいささかも変わるものではありませんと。元党務員にも向けていきたいということは岸田総理も言われておりました。ならばいろいろ私は重層的多面的にものを見てですね、判断をしていかなくてはならないのではないかなという思いもいたしました。インドに行かれてモディ首相とも会談して、ロシアに対する非難というのが出るかなと思ったら、その言葉は出なかったんですね。懸念という表現でした。インドの方はですね、ここはしっかりと自分の立ち位置というものをですね、首脳会談でも示したもんだと思います。カンボジアに行ってフン・セン首相とも会談してますけども、ここでも当然ロシア非難という言葉が出てくるかなと思ったら、フン・センさんも懸念という表現でですね、ここは落ち着いての共同声明でしたね。私はやはり ASEAN の議長国ならば、 ASEAN 全体を見るとき、どういうスタンス立ち位置でいなければいけないかというのは明確に示されたと思います。アメリカイギリスに全て引きずられるというのは、私はやはり日本の外交がどこにあるかという気もいたしますし、2014年のクリミア問題の時も、当時の安倍総理は G7 の一員であっても一歩も二歩も下がった対応をされましたね。時も制裁課しましたけども、今のように G7 と連携してって横一線の制裁でなかったのは皆さん方もお分かりの通りであります。私は日本に国益を抱える問題がある、しかも領土問題がある、あるいは平和条約があるとするならばですね、やはり国益を考えた外交をしなければ、これまたいけないのではないかなと率直に思っています。ただこれを言うとまたですね、えらい反発も来ます。もう私のところに山ほどですね、いろんな正しくない情報に基づいての正しくない話が来るんですね。ただ私は言うんです、民主主義だからいろんな考え発言があってもいいけども、事実に基づかない話だけはごめんこむる。それも20年前私が一番被害を受けてるんですから、胸をハウスだとかですね、疑惑の総合デパート総合商社とかってね言われました。メディアの皆様方も誰も責任取ってませんよ。私は胸をハウスで捕まるだとか、辻元さんの疑惑の総合デパート総合商社で捕まる、何も事件になってませんよ。ふざけんなっちゃう話ですね。今回も一部メディアなんかはですね、私を叩いてるけども冗談取りパケツっちゃう話です。私はですね、信念を持って生きてきたし、これからもですね、私は生涯政治家として信念を持って生きていきますから、政治家が信念なくなったら私は辞めるべきだと思っています。政治家が信念なくなったら自ら退場すべきだと思っております。これは私は絶対譲れないですね、問題であります、点であります。ただ私も大変なのは、うちの中にいてもですね、私は孤立しちゃうんですね。今のロシアの立場みたいなもんですね。なんたってうちの山の神がですね、女房ですね、女房が怖いんですよ。怖いっていうか、
寮母は厳しいんです。あんたは何言ってもいいけども娘に営業を要望しちゃいかんから余計なこと言うなというのは、まあ、寮母の言いぶりなんですよ。ただこれ寮母はやっぱり私も娘可愛いです。女房女房で娘可愛いわけですから、まああなたは好きかって言ってもいいけども娘に災いがないようにっていうのがですね女房の思いでありますから、私はまたそれを言われるとですねちょっと元気なくなっちゃうんですよね。まあまあうちの中でもウクライナの弱さはあるなとこう思いながらもですね、私は必ず時が解決するし分かってくれるもんだとこう思っております。外交は積み重ねであります。積み重ねの上に今日あるわけですから、その歴史を正しく認識しなくてはいけないと思っております。少なくともポロシェンコ大統領の時曲がりなりにもミンスク合意は2014年、そして15年のミンスク2があった。これは残ってたわけですから、じゃあこれはなぜ履行をですねお互いしなかったかということ、これは問題であります。同時に力による現状変更あるいは主権の侵害は絶対あってはなりません。もちろん領土拡大もありません。これだけは明確にしておきます。その上での私の発言であるということをですね ご参加の皆様方はよく分かってくれるかと思いますけれども、これすらも私のその力による国家主権の侵害はダメです、あるいは領土拡張はいけませんと言っても、それは切り取られて、いやいや鈴木はなんとなくロシア寄りだ、ロシアのポチだとかですね、私はポチほど可愛くないですからですね、迷惑な話なんですけどもですよ、私はやはりもっと公正公平なですね報道であってほしいし、また歴史を特にこの政治家の皆さん方がね歴史を勉強しないで、その積み重ねを勉強しないでですね、竹割ったようにいい悪いのを判断する。これは私は今ちょっと危険な危ないあの状況だなという感じは持っております。今国際社会の枠組みは第二次世界大戦後の枠組みなんですから。これ皆さん分かりますね。国連憲章違反だというけども、国連憲章では日本はまだ敵国ですからね。違いますか皆さん。国内によくですね考えてください。北方領土の人も残念ながらヤルタ協定昭和20年の2月の11日の段階では秘密協定でしたけども、1年後には米国務省から通告があって公になっているわけでありますから、そして国連憲章ができた、さらにポツダム宣言ですから何書いてあるかというと、で昭和51年のサンフランシスコ平和条約、これもですよ吉田総理はどういう演説をしているかということ、国内をしっかり頭に入れてやってくれればいいけどもですね、なんか今そういった歴史の教科書で習ったことを忘れてですね、今の現象面だけでものを言っているところには私はちょっと薄ぺらさを感じているものであります。まあ、こういったことも含めて私の認識は認識でありますから、佐藤さんから正しいですねまた分析を今日はいただきたいとこう思いますので、どうかよろしくお願いいたします。すいません、座ったままでちょっと前立腺を全摘しちゃったんで、立ったり降りたりするとですね尿が漏れるんです。ですからちょっと尿漏れは嫌なんで、座った極力姿勢を変えないでお話しします。でロシアを間違い行動しているということについては繰り返して述べる必要はないぐらい自明のことなんです。ただそれだからといってロシアがどういう考えを持っているのかということを知ろうとしないっていうのは、戦時中戦争が始まったら英語の学習をやめちゃって鬼畜米英だっていうことでトルーマンやチャーチルや蒋介石の顔を描いてその藁人形に竹槍を刺してた、そうすれば戦争に勝つっていうようなそういう感覚、これに相通じるものがあるんですよ率直に言って。
そうすると今のウクライナ最後の一人まで戦おうという姿勢なんだけれども、これは私の母親が沖縄で経験したことと二重写しになりますよね。だからどうなるのか、これはプーチンがいなくなってもロシアとロシア国家は残るんです。ゼレンスキーさんいなくなってもウクライナとウクライナ人とウクライナ国家は残るんです。そこのところを考えた上でそのこの世界をどう見るのかと、今この瞬間においては欧米も日本も一種の興奮状態の中にあるわけですね。その興奮状態の中にあえて冷静であるということは相当のやはりこれは知的な努力となおかつ勇気のいることなんです。でもそういう発信を誰かしないとそこのところで現実というものを見誤る可能性があります。それで家庭だったら家だったら嫌な人がいれば引っ越すことができるんですね。マンションだったら一戸建てでも、ただし国と国は引っ越すことはできないんです。これ中国でも韓国でも北朝鮮でも中国ロシアでもそうです。だから引っ越すことができない、そのロシアにおいてこれだけの激動が起きている、もうロシア現実的な脅威ですからね。北朝鮮も脅威ですから、中国も脅威ですから、韓国だってどっち向いてるか分かんない。そしたらこのウクライナ騒動が終わった後の東アジアの地図っていうことになると、ほとんどが日本にとって脅威となる国か、アメリカとの同盟国であっても日本に対しては厳しく出てくる韓国とか、こういうような環境の中で我々生き残っていかないといけないと。となると新しく起きてくる国際社会の緊張の中で我々が最前線に立つ可能性があるんです。それからすでに物価上がり始めてますよね、小麦、石油と。ここのところで2ヶ月後ぐらいに、それこそ長年の夢だった 2% のインフレ目標は簡単に達成できたんだけども、賃金の方が全然上がらない。これは当初予定していたインフレとは違って不況下のインフレーション、すなわちスタグフレーションじゃないかと、コストプッシュから来る、こういうようなことになりかねない状況で大激変が起きかねないんですよね。その割に報道ものんびりとしてた。今国民の物語っていうのはウクライナが果敢な抵抗をしてロシアの侵略者を追い払うと、それによってこの物語が完結するっていう形でこれはみんな期待している物語なんです。その通りいかなくなった時においてこれは一つのアパシーあるいは思考停止が起きちゃうわけですね。その隙にロシアつけ込んできますよ。これが怖いんです。私は今のアメリカに戦略があると思えない。できるだけこの戦争を長引かせてロシア人ができるだけ残虐なことをするっていうことを示すことによってこの戦争が終わった後少しでもロシアの立ち位置を弱くするっていう、それ以上の戦略は今ないと思う。積極的に民主主義陣営っていうものを打ってってロシアを封じ込めるっていう戦略を立ってると思えない。それからインドとの共同声明ですけど、共同声明の中にロシアって言葉が入らなかったんですからね。だからそこのところっていうのはやはり決定的なんです。今回岸田さんの目標っていうのは反ロシアの包囲網の中にクアッドの一員だって、自由と繁栄の自由で開かれたインド洋、こういった価値観に一応立っていることになるインド、それをこの価値観外交によって今回ロシア問題で少しでもアメリカの側に近寄せようと、こういう外交をしたわけですね。これは失敗しました。それはできなかった。逆にはっきりしたのがクアッドが価値観同盟にはなり得ないってことですね。クアッドはあくまでも中国に対抗する意味でインドには利益があるから、残りの日本やアメリカやオーストラリアが価値観というのに付き合っていると、それ以上でもそれ以下でもないということです。インド現在兵器っていうのはそんなにロシアから買ってないんですよ。4割程度ですよ。ただし装備品の8割はロシア製だからメンテナンスの問題はありますけどね。これは武器依存が高いからインドが断れないって一部の解説は違うと私は見てます。インドの主体的な意思です。ロシアとの関係においてインドは極力中立的な地位を維持したい、そういう姿勢から来てるわけで、この点は中国ほど踏み込んではないですけども、
インドロシア寄りです。この辺冷静に見ないといけないと思うんですね。さて、いよいよ日本にもバンバン回ってきたわけで、ロシアのウクライナ侵攻に対して日本政府は厳しい対ロ制裁措置を取っているんですね。これに対してロシアが対抗措置を取ってきました。日経新聞から読みましょう。ここのとこやっぱり新聞の中によって日経新聞がウクライナの問題っていうのが一番正確で冷静なのね。それはどうしたかというとビジネスと関連してるから。だからいろんなものも出て、日経は基本的には日米同盟重視っていうそこのスタンスは動かないんだけども、このままで大丈夫かとか、それでウクライナがかつてシナリオで見たらいけないよっていうニュアンスが一番強く出てるのが日経。その日経新聞の今回の21日の外務省声明の記事でもこれだけ読んでると事態が分からない。まず読み上げるね。ロシア外務省21日、日本が米欧と歩調を合わせて発動した対ロ経済制裁をめぐり、日本との平和条約締結に関する交渉を継続するつもりはないとの声明を発表した。ここ正確だよね。中断するとかやめるってことじゃなくて、継続するつもりはないって言い方だからね。ロシアとの間で領土問題を解決して平和条約を締結するとの日本の一貫した立場が拒否された。というのもこれ拒否かどうかは分かんないよね。要するに中止してるってことはまた再開するかもしれない。ロシアはウクライナの軍事侵攻をめぐる欧米諸国だけでなく日本からも厳しい制裁を受けた。ロシア外務省は明らかに非友好的な立場を取り、我が国の利益に損害を与えようとしていると反発した。ロシア外務省は21日の声明で平和条約交渉を拒否するとともに、ロシアが実効支配する北方領土にビザなしで訪れることができるビザなし交流の廃止を発表した。旧島民の簡素化された北方領土訪問もなくすとした。これだけ読むとどう？もう日本人は四島に行けなくなるように思わない？みんな。というほとんどの新聞でそういう印象でみんな読んでるよね。実はね、もう一つ仕組みがある。これは誤算なの。元島民の誤算っていうのはソ連時代からって。一時期パスポートとビザを持ってこいっていうことで、これ10年以上停止してたんです。それが1986年に再びビザなしで訪問できると。ここに関してやめると言ってないわけだから、人道的な観点から誤算という理由で元島民が北方領土に訪問できるところは閉ざしてないんだね。この辺は朝日新聞だったけども、ガルージン大使のインタビューの中でガルージンさんが誤算については止めてないということを言ってるのを報じて、その朝日だけだよね。でも朝日もそれ解説の中に入れてないから、朝日新聞読んでる人でも大体の人はもう4島行けなくなっちゃったと思ってるよね。4島に行ける仕組みはまだ残ってるんです。最後の一つだけなんだけど、岸田文雄首相はロシアと全面対決する腹を固めてます。これはだから、これは一連のは外務官僚がどうこう言っていて、それに岸田さんが動かされているという図式じゃないです。岸田さん自身の政治決断です。で、対ロ関係の冷却を決定的にしたのは、日本政府が3月1日にロシアのプーチン大統領に対して個人制裁をかけたことです。で、日本における個人資産の凍結を決定した。これが決定的になったことなんです。これね、多分外務省でも読み違いがあったと思う。どうせプーチンは日本に預金や土地なんか持っていないので大した意味はないと考えたと思う。これが一番の間違いなんです。日本にプーチンさんの資産が大量にあるならば、それを凍結するには実質的な意味があるんで、ロシアも理解するんです。ところが資産がないのに凍結したのは、岸田首相がお前とは付き合わないとメッセージを出したことをプーチンを受け止めたわけです。今回のロシアの対抗措置はプーチン大統領自身のイニシアチブによる岸田さんへの報復です。だからここは軽視すればいいじゃない。だから岸田さんがいる限り、あるいはプーチンがいる限り、日ロ関係は動きません。これはもうそういう見解になっちゃったんです。ただ問題はそういう見解を打ったっていう意識が岸田総理にあるかどうかですね。それだから反論を見ても、ウクライナの問題で悪いのはロシアだ、なんで日ロに絡めてくるんだと、けしからん抗議するとか言ってるんだけども、そうじゃなくて、じゃあなんで自分に個人制裁をかけたんだと。プーチンはそこのところなんです。要するにロシアにおける大統領っていうのは、
単なる権力の最高者だけではなく精神的な指導者でもあるわけですよね。だから国王に近いわけですよ。日本だと天皇陛下的な要素があるわけです。ここに触ってきたということは、まあ、国体に触ったなということなんですね。だからアメリカに対してはロシアはバイデンに対して入国禁止措置を課したでしょ。これ私が知ってる限りにおいて北朝鮮もイランもそういうことはしてないですよ。要するにもうお前なんか怖くないんだぞ、勘弁ってやってるわけですよね。それぐらい様相が悪くなってるんで、私は米ロの外交関係断絶の可能性すら今後あると見てます。さてね、今回のロシア外務省の声明なんだけども、今後の日ロ関係を完全に閉ざすようなことがないようにする仕掛けが実は入ってます。こういう時に重要なのはロシア側の主張を正確に把握することなんですね。だから全文訳しておきますね。2022年3月29日18時11分付のロシア外務省のホームページです。日本時間の22日の0時11分になります。日本政府の決定に対する対抗措置に関するロシア外務省の声明。ウクライナ情勢に関連して日本がロシアに対して一方的制限を導入したことの非友好的性格に鑑み以下の措置を取る。ロシア側は現在の条件において公然たる非友好的立場を取り、我が国の利益を侵害しようと意図している国家と二国間関係の基本的関係についての文書に署名する議論をすることが不可能であることに鑑み、平和条約に関する日本との交渉を継続することを望まない。1991年付ロシア連邦と日本国の南クリル諸島、これはロシアによる北方四島に対する交渉ですね、間のビザなし交流に関する協定並びに1990年付の南クリルの元日本住民による以前住んでいた場所への最大限に簡素化された訪問に関する協定に基づく日本市民のビザなし訪問の中止に関する決定を採択する。ロシア側は南クリルにおける共同経済活動整備に関する日本との交渉から離脱する。武教官対話に関する、あるいは部門官対話ぐらいのがいいかな、あるいは分野別対話に関する国会経済協力機構のパートナーとしての日本の地位の延長を阻止する。二国間協力と日本自身の利益の損失に対する全ての責任は互恵的協力と善隣関係の発展に代わって反ロシア路線のための選択を意図的に行った東京の責任に帰する。ここですね。特に深刻なのはロシアが平和条約交渉の継続を望まないという立場を鮮明にしたことです。日ソ関係の基礎を定めた日ソ共同宣言の9項前段には以下の内容が記されていますね。日本国及びソビエト社会主義共和国連邦は両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。だから交渉継続について同意しているわけだから、これをひっくり返しているのかというと、そうではない読み方ができるようにしているんですね。継続を中止していると。ということは再開もあり得るというポーズをかけているということですね。日ソ共同宣言はちなみに宣言という名前ですけれども、両国の国家によって批准された法的拘束力を持つ国際約束です。ロシアはソ連の継承国なので、日ソ共同宣言に拘束されます。プーチンさんは2000年に大統領に就任して以降、日ソ共同宣言の有効性を何度も明示的に確認しています。それ今回のロシア外務省の声明は、ロシアの対日政策を根本から変化させる性格を帯びているんです。この声明の立場は日ソ共同宣言と矛盾する可能性が出てきます。ただ興味深いのは、ロシア側が現在の条件において、文にねひねくうすろうやっていうロシア語で言ってるんですけどね。平和条約に関する日本との交渉を継続することを望まないと述べていることなんですね。現在の条件においてと裏返して言うならば、条件が変化すれば平和条約交渉の席にロシアが再び戻るというニュアンスが明らかにあるんです。このシグナルを正確に読み取って、日本側から平和条約交渉を拒否しないことが重要です。その点は平和条約交渉の継続をしたくないとロシアが言ったのに対して断固抗議すると言ってることは、平和条約交渉の意図があるということですから、この点は岸田さんも正しい対応をしてますね。どうして平和条約交渉を打ち切ってはいけないのかというと、平和条約交渉を打ち切るとロシアと日本の関係というのは完全に正常化されないんで、その結果国境も確定されないわけで、
武力衝突のリスクが高まっちゃうからなんです。ただ現在は戦争中なんで、ロシアの政治エリートは興奮状態に置かれているんで、ウクライナ戦争が終結したところでもう一回ロシアが国際関係を再度見直すんで、その際に平和条約交渉再開に向けた外交戦略を日本は今から周到に練っておく必要があるんですね。あと興味深いのはこの声明に書かれていない事柄です。まずビザなし交流に関連しては墓参を停止するとは言ってないんですよね、先ほど言ったように。それから漁業関係の日本との合意をロシアを停止すると言ってないんです。漁業関係にいくつのものがあるんですがね、重要なのはロシア系のサケ・マスに関する協定です。日ソ漁業協力協定、それから日ソ地先沖合協定、これお互いの200海里内で魚を取るという協定ですよね。これに関する協議っていうのが毎年行われてるんです。この協議が停止するってことは言ってない。それから民間協定ですけども、貝殻島昆布協定というのは採取協定というのがあります。これは歯舞群島の貝殻島の周辺にある、において日本の漁船が昆布を取ることですけどね、認めている協定ですけども、これもやめるって言ってないんです。ですからこれらの協定についてロシア外務省の声明が言及していないことは、ここについては日露関係を悪化させる意図はないという、ロシアからのシグナルの可能性がありますね。ただ変な形でつつくとこれもやめるっていう可能性がありますから。あと北方四島周辺の安全操業協定についても何も言ってないんですからね。今つつかない方がいいですね、戦時中だから。事務的に淡々と、特に安全操業協定っていうのは非常に脆い構造を持ってるんで、これも今くっつくとビザなしと合わせてやめるってことになる可能性があるんで、これ秋ですよね、協議は。具体的な11月、ですからタラですからね、ホッケとか。それですからこれは静かにしておいたらいいと思います。それでね、面白いのは東西冷戦時代、日ソ関係が最も険悪な時でも両国は漁業関係だけを維持してきたんです。そうするとこれからしばらくね、農水省の方が日露関係においてはパイプが太くなるかもしれない。外務省の水産庁経由での実質的な外交がかなり出てくるかもしれない。実はソ連時代そうでしたよね。向こうのイシコフ漁業省とかカーメンツェフ漁業省とか、そういうような人たちとの日本の関係っていうのは結構重要だったわけで、それで漁業についても日露の協力関係が停止しちゃうと、北方四島周辺は大すっかいで日露の緊張が急速に高まって偶発的な武力衝突が起きる可能性があるんですよ。そうすると我々は平和条約の何とか何とかについて今領土が返ってこないとかいうような段階じゃなくて、急速に関係が悪化しちゃったんで、この3週間のちょっとの間で私は75、6年ぐらい戻っちゃって、日ソ中立条約の最後の頃ですよね。まだ中立条約審判が起きてない昭和20年の春ぐらいの関係ぐらいまでに緊張がこの瞬間高まってます。ですからちょっとした触り方を間違えると全部ガタガタと崩れてくるんです。だからこういった時には向こうがとりあえず暫定的にと、現在の状況においてはと、これどういう意味だとか深く詰める必要ないんです。あと母さんに言及してないんだけど、母さんは大丈夫かとか、そういうところも聞く必要ないんです。漁業は大丈夫かとか聞く必要がないんです。今黙ってるんです。それでこのウクライナ戦争終わったところで日露関係の整理をもう一回始めるときに、ここのところで生きているものはそのまま淡々とやっていくっていう、こういうアプローチを取ったらいいと思うんですね。それでロシアはね、全然こういった問題について国民に知らせてなくて、ロシアの国営テレビなんていうのは宣伝放送だけやってるんだって、こういうイメージで捉えられてるでしょ。これもまた大きな間違いだね。ロシアのテレビでは結構西側の報道とかロシアに対して批判的なものをたくさん出してるの。ロシア人はそれなりにリテラシーが高いから、批判的なものが出てくると逆にみんなカチンとくるわけなんですよね。そこはプーチン政権も計算してる。
それで今ね、ロシア語ができる人は非常に注目してほしいんだけども、ロシアの第一チャンネルで政治討論番組でグレートゲームっていうのがあるの。バリシャイ・グラーっていう。これはね、司会役をやってるのはモロトフ外務大臣の孫で、ビャチェスラフ・ニコノフさんっていう国会議員、国会議員で政治学者。これはもうペレストライカ期から頑張ってて、特にエリツィン政権の時の改革家の一人で、私も本当に家族ぐるみで親しくしてた一人で、鈴木先生にもよく会ってもらいましたよね。この人が司会をやっている番組で、2月の24日以降、ロシアの第1チャンネル、これは公共テレビで、日本だと NHK に相当するやつなのね。旧ソ連圏全体でも見られるやつなの。これはニュースとニュース解説番組と朝のワイドショーでも、ワイドショーも1時間のうち4時間もののワイドショーだから、毎時間20分ずつはニュース番組ね。それ以外は全部映画やってる。だから他の番組は全部やらないで、報道だけに全部特化してる。それで外国に対してさまざまなシグナルを送るのは、このバリシャイ・グラーっていうグレートゲームっていうテレビでやってます。だから出てくる人が向こうの副首相とか閣僚とか、各国会の委員会の委員長とか、責任持った立場の人が出てきて、いろんな話をするっていう、ことになっています。それで21日の夜、早速日露関係が取り上げられているんです。でその人はニコノフさんはいなくて、高等経済大学のスースロフ教授が、政治学者のミグラナンさん、ミグラナンさんは東郷さんのうちにも時々来てましたよね。鈴木先生とも会われたことあると思うし、マックス・ウェーバーの研究家で、ソ連の末期にマックス・ウェーバーの社会学的な方法っていうのを入れて、ゴルバチョフのペレストレカを進めていこうとした人で、エリツィン政権においても改革家の政治家として鳴らした人、この二人の間で日露関係に関してこういう議論をしているんです。スースロフさんが、残念ながら国際問題に対する主体性を自ら放棄した国があります。その国が日本なんです。元首相だった安倍晋三さんは独立した外交政策を展開していました。ロシアがクリミアを併合した2014年の時に、日本は最低限の象徴的な制裁しか行いませんでした。安倍晋三さんはロシアとの関係を発展させようとしました。現在の日本はアメリカに追随しています。今日ロシア外務省は日本との平和外務省交渉の平和条約交渉の継続を決し、南クリル諸島、北方領土のようねにおける共同経済活動とビザなし交流を断りました。ここで質問ですけども、日本がトルコや中東、中国のように国際問題で独自の立場で関与できるようになる可能性はありますか。それに対してミグレナさんはこう答えたんですね。他の国と異なって、日本は第二次世界大戦で敗北した大国なんです。主権が制限されている国なんです。アメリカの報告国のようになっている。だから軍事政策、国際政治において自らの主体性を発揮することはできないんです。そういう状況であっても、全ては日本の指導者次第なんです。安倍晋三さんは強い指導者だった。そしてプーチンにかなり近づいた。個人的関係を構築して様々な問題について話し合う扉を開こうとしました。しかしワシントンが圧力をかけてきたので、日本は元に戻ってしまいました。こういうふうに言ってるわけですよね。だから日本の外交には行き違うと。その中においてある程度の自主性は発揮できるんだけども、アメリカが本気になっちゃった場合には、これは付き合わざるを得ないっていうのが日本の置かれている状況なんだよっていうことが、ミグラニアさんの説明なんです。でそれについては特に反論もなく先に進んでいくと。そうすると、これと外務省の声明を合わせて考えると、今の瞬間においては日本がアメリカと一緒に動かざるを得ないっていうのは、それは日本外交の制約条件からして当然。しかしまた今後状況は変わっていくだろうと。その時においては、日本との関係っていうのは、そこに現れる日本の指導者次第でまた変わる可能性があるんだと。だからロシア外務省声明が、現在の条件においてはっていう留保をつけてるわけですね。ですから状況が変われば、日露の関係っていうものも変わる可能性はあるんだと。
ロシアの方がそういう見方をしているわけで、日本と比べると私はかなり冷静かつ長期的に関係を見てるんじゃないかなと、こんなふうに見てます。私の見方はそんな感じです。はい、佐藤さんありがとうございました。それでは質問のある方どうぞ挙手をしてお願いします。はい、どうぞ。本日は貴重なお話ありがとうございました。一点ゼレンスキー様のユダヤ人でユダヤ、ウクライナ人とお聞きましたが、ユダヤ関係の世界のそういうネットワークみたいなのは今回かなり関係してるんでしょうか。あとオールカイト全然関係してないと思います。あ、そうですか。はい、ウクライナのカナダのネットワークとかは関係してますけども、イスラエルは今回の件に関してロシアとの間で中立的立場を取ってます。それですからイスラエルの演説の人ももっとロシアに厳しい立場を取れという形での演説をしましたけども、イスラエル側はそれに応じてロシアに厳しい対応を取ろうとはしてないですね。ちなみにプーチンはイスラエルとの関係極めて良好ですから、ですからいわゆるユダヤロビーという形での動きは今回のウクライナ問題に関してはありません。あと歴史的に言うとそのユダヤ人とウクライナ人の関係というのは非常に複雑なんです。ですからそのキシニョフのユダヤ人ポグロムなんていうのもこれはそのウクライナ系の人たちとの間のトラブルですから、ですからそのイスラエルにおいてはウクライナに対するその同情心というものがものすごく強いということはこれはないですね。はい、どうぞ後ろ。あ、すいません、古川と申します。ちょっと私専門外の話なんでちょっと話がトンチンカンになってたら申し訳ないんですけど、経済制裁でイランってアメリカから経済制裁されてますので、で、イランと中国っていうので、中国っていうのがデジタル人民元を使ってその石油を買うっていう風なことをやってるっていうのをちょっとネットニュースで拝見したんですけど、その例えばそのロシアの経済制裁だってガスプロムみたいな国営企業とか、あとダイヤモンドを作ってる会社が国営企業であると思うんですけど、何て言うんですかね、ソ連が崩壊した時に広瀬隆さんか誰かが経済が崩壊してその物のやり取りが丸ごとのタバコでやり取りをしてて、それを見てて面白いっていう、なんかもう資本主義の崩壊みたいな形で見てて面白いっていうような話をされてたんですけど、なんていうんですかね、こう通貨を通さないでこのデジタル通貨っていうのがこれからどうなっていくのかっていうのと、ロシアがそのデジタルルーブル、今暴落してますけどデジタルルーブルみたいなものが出てきて、なんかこう金の積み立て金とか米国債とか多分外貨準備あると思うんですけど、それをもとになんかデジタルで付加価値をつけて通貨が発行されたりするのかなっていうのと、あとデジタル人民元の話でペイペイっていう企業あるじゃないですか、ソフトバンクかどっかの会社だったと思うんですけど、ここは中国の人民銀行と多分くっついてるって話聞いたことあるんですけど、ペイペイで私ペイペイ入れてないんですけど、若い人は結構入れてて、このペイペイっていうのはちょっと買い物をしただけで500円キャッシュバックみたいな形でなんかそのお金をくれたりとか、あと携帯の使用料をこう貸して、審査に通ったら貸してくれるっていうふうな形でやってて、なんか日本の今までなんかこの中央銀行がやってきた金融緩和みたいなものっていうのがマネーストックだけ増えてマネーサプライが全然増えなかったっていうのも見てると、なんかこう強制的にマネーストックを増やしていくようなことを海外がやってるっていうのがなんかものすごく不思議だなと思ってて、あとリブラっていうフェイスブックがメタ社がデジタル通貨を出そうっていう話を以前してたと思うんですけど、なんかその
そういう国際的にあのリベラの場合は債権とかスーパーバスケット制とかなんかそういうのを含んで付加価値をつけて民間企業がこう通貨を発行するっていうふうな形でやるっていう、なんかリベラについては本を何冊か読んだんですけど全然情報が手に入らなくて、質問のご趣旨なんですか、ね、あのデジタル通貨についてこれからどうなるかっていうのと、あとそのデジタル通貨が発行されたときにあの日本の地銀とかも結構ギリギリですよね、再編とかこれから起きると思うんですけど、そういうものが、この地銀の再編とかどうなっていくのか、このデジタル通貨日本もあの EU と多分デジタル通貨やっていくと思うんですけど、この地銀の再編とかどうなるのかなと思ってお聞きしたいと思いました。それ私専門外なんです。全然分かありがとうございました。はい、どうぞ。こちら。今回のウクライナの問題について、私は小学生から高校生までの教育現場の人間として、一体どうのように教えたらいいかというのを迷っていまして、それについての、なんていうのかな、何かお教えをいただければと思ってご質問させていただきます。毎日のようにですね、プーチンは何か頭がおかしくなってですね、アメリカの大統領は真の悪党で人殺しの独裁者だとかですね、突然来るってこのようなひどい状況、毎日人が死んでいくような状況が、起こっているような報道が連日伝えられて、それを子どもたちもみんな見ています。しかしちょっと歴史を振り返り、ちょっと過去を振り返ってみると、2001年の同時多発テロでアメリカが非常にいい過剰反応でいるのが、私はそういうものを作ろうとしたことがあると。だから2003年の、イラクを攻める際においては、国連の安保理の決議をなしにイラク軍にアメリカが入っていったと。で、70数年前と言われましたから、日本の歴史を教えなければいけないんですが、なかなか知らない子たち多いんですけれども、私は東京千代田区というところで子どもたちを教えてるんですが、うちの近所は東京大空襲になりましたので1日10万人ぐらいの人が死んでいたと。そして当然広島長崎でも多数の人が死んだと。そのような過去をですね、政治とか戦争とかで人が亡くなっていた状況と今の状況、何が違うんだろうと。とにかくロシアのプーチンさんがおかしくやる、何か頭というか政治的におかしくなってこのようなことを引き起こして、そういうふうになったみたいなふうにどうしても受け止めている子どもたちも多いと思うんですが、まあそもそも1997年ですか、ジョージ・ケナンさんがニューヨーク・タイムズに NATO の拡大、東方拡大が非常に冷戦の最大の過ちではないかみたいなのも書かれておりますので、私はとてもプーチンさんがですね、突然何かおかしくなったと思えないんですが、そういった一般の人々、多くの人々、戦闘員も含めてなんですけれども、人の命が失われてきたこれまでのことと今回のこととの違いですとか、そういったことをどのように子どもに教えればいいか、教えていただきたいと思います。これは教育のテーマから外すべきだと思います。どうしてかというと、事実関係が確定してないからです。で、戦争が進行中においてはどちらの側も自分たちに有利な情報しか出さないんですね。ですから、例えば1945年の東京大空襲の直後において、アメリカの外交政策について小学校で教えられて、国民学校で教えることができたかということです。それと同じ状況と考えられた方がいいと思うので、とにかく人殺しはいけないと、誰であってもと、それは国家の行為であってもいけないんだと、なんでこんなような人殺しが起きちゃってるのかと。それはロシア人がウクライナ人を殺していることもあれば、ウクライナ人がロシア人を殺していることもあるわけで、こういうことを起こさないようにしようと。それ実態がどうなっているかということはまだ先生もわからないと。日本のマスメディアだけ見ていてもわからないと。それだから、これはこの戦争が終わってから時間をかけながら検証していかないといけない問題だということで、今教育の場所からこれは外さないといけない問題だと思います。それ教育の対象にならないです、この問題は。私はそういうふうに考えています。ありがとうございました。
どうぞ。あ、すいません。冒頭でですね、宗男さんが今回の件で批判をされたというお話があったと思うんですけども、宗男さんだけでなくてですね、今回玉川徹とかデリーとのようにですね、要するに、ウクライナの人に対して要するに攻められたら降伏したら方がいいんじゃないかと言ってですね、同じくその批判をされた人たちがいます。で、なんか国際的な統計を取ると日本というのは、外国から攻められた時にですね、戦うという人が 30% しかいない、要するに国際的に非常に少ないというようなところでですね、そういうその日本が攻められたらとっとと逃げちゃった方がいいよ、降伏した方がいいよというような人たちが、少なからずそういうその著名人のみならず一般の国民の中にも非常に多くあると思うんですけども、このような、メンタリティっていうんですかね、そういうのをどのようにお考えになりますか。私の例というか受け止めからすればですね、今この情報の時代で作られた流れ、これにこうするというのは大変ですね。冒頭言ったように20年前私自身がもう何でも悪いのは鈴木宗男だと言われた、同時に打ち返ししたらまた100返ってくるから言うなと当時の野中先生からも言われて、私たちは黙ってましたけどですね、これやっぱり私は怖い現象だなと思ってます。日本人は今一国家です。一国民ですね。これ一民族というとアイヌ民族言いますから怒られますからし、正しくないですから、ネーションで言えば一国民ですね。一言語ですね。非常に流されやすいですね。右だ左だ、すぐ善だ悪だ、竹割ったようにですね、分けたがる。これで一方に作られたら、20年前でも田中真紀子善ですよ、鈴木宗男も悪、これでもう分けられますよね。今回もテレビ見てる袖じゃないでしょうか。とにかくこっちは善だ、かわいそうだ、いやこっちはなんか力あって悪いやつだみたいな、こういう曇りですね。これは怖いし、私はやっぱりよく報道の皆さんが真の公正公平だとか言うけどもですね、何をもって真の公正公平かとか、私は冷静に考えてもらいたいし、20年前に私自身政治生命絶たれたわけですから、私が今こうやってカムバックできていること自体、ある種の奇跡でもあるし、私を応援してくれた人にて私は感謝してますけどね、当時に私の意地があったから、負けてたまるかってまた思いがあったからやってきたけどもですね、やっぱり今 の見てると、もう一つの流れ作られたらもうどうにもならんですね。そしてこのテレビに出てですね、同情を買う、しかも国会で今日も6時から演説があるそうですけどね、戦闘服着てですよ、議会でこう言ったらみんなこの引きずられますね。さらに映像を見て、私だったら赤ちゃん抱えて逃げるお母さん見たらね、かわいそうですよ。しかもお年寄りが逃げれない、そんな姿見たらね、もうやっぱり私自身もグラッときますね、ただそれが本当に正しいのかどうかということもですね、私はやっぱり冷静に考えなくてはいけない。同時に間違ったこの判断でですね、実際動けない人もいれば、また私らのこう発信もえらい今気使ってですよ、これ発信せざるを得ないですね。で本当に平等か、あるいは自由かというと、逆に枠をはめられたような感じもするんですけどね、私はこの情報の時代、特にこのネット通信なんかでバーッと広がる IT だという時ですね、何かしら怖さを今感じてますね。はい、どうぞ。
どうぞどうぞ。マス前に。あ、じゃあその後、はい。失礼します。加藤先生に質問させてください。先日岸田総理が北方領土について、我が国は固有の領土であるということで、安倍元首相が言ってこなかった強い発言をされたと思います。先ほどのご講演の中で、ロシアを突っつくと土台が崩れてしまう可能性があるということでおっしゃっていたと思うんですけれども、先日の岸田総理の意図というのは、佐藤先生はどう見ておられますか。意図はロシアと全面対決すると。だからロシアが嫌がる言葉をあえて使うということだと思います。わざとやってるんだと思います。だからちなみに固有の領土っていうのを言わなくなったのは、固有の領土は動くものだからなんです。例えば日本共産党は北方四島だけではなくて、ウルップ島からシムシ島までの18島を組んだ22島返還を主張してますよね。もし固有の領土論ということを主張するんだったら、千島樺太交換条約は両国の間で平和的な合意の下で交換されたものだから、シムシまでも固有の領土で言えるかもしれません。それから日露戦争のポーツマス会議において双方の合意によって南樺太は日本領になったわけですから、ここのところっていうのも固有の領土と言えるかもしれません。他方17世紀までは択捉島に関してはどちらかというとロシアの方がよく訪られてましたから、択捉島はもしかしたらロシアからすると固有の領土って主張ができるかもしれません。だから固有の領土っていうのはヨーロッパの人たちに、これ何て訳するのかな、ロシア語だとイスコンナエチェリトリアっていうんだけども、よくわかんないですよね。プロパーランドとか言ったってそんなの本土っていうことですからね。ですからそういうその学術的に通用しない言葉はやめようっていう、これが国内的な世論を煽るためには意味がある言葉だけども、外交交渉とか国際的に通用しない、そういう言葉を極力使わないっていうのが最近の日本の対露外交の方向だったんですけども、岸田さんはむしろ国内的に国際的に通用しなくても国内において国民のナショナリズムを刺激することを選ぶことが正しいと考えているんでしょう。それだから政治判断で行われたことと思います。ちなみに侵攻と侵略って英語では両方ともインベージョンですからね、言葉変えなくてもいいと思うんですけども、侵略という強い言葉を使うというのもこれも政治判断です。ですから G7 の一員としてロシアに対しては徹底的に対決していくっていう腹を今の総理は固めたんだと、客観的に見るとそういうことだと思います。でも裏返して言うと、それによって生じる全責任も岸田総理に来るわけですね。こういうことです。私はロシアという国がどれぐらい恐ろしいか、これよく分かってるつもりです。私自身もこれは東郷さんなんかよく知っているけども、ロシアの連邦保安庁ってトラブルいくつも抱えましたからね、時には殴られたこともありますし、しびれ薬に騙されたこともありますから、あの国がどれぐらい怖いかっていうのは外務省の中で最もよく知ってる一人だと思います。ですからあの国を不必要な形で刺激して怒らせると、そのしっぺ返しというのはとんでないものになって、その中には軍事衝突まで含まれると、こういうふうに認識しているんで、少なくとも5回から両国間で戦争が起きるようなことだけは避けないといけないと、そういうふうに考えているわけですね。ですから私は感情を煽るような言葉っていうものを政治家が使うということに対してはあまり賛同できない、そういうふうに考えています。それからちなみにウクライナに関しても、ウクライナの置かれている状況は本当に悲惨ですよ。それでこれは特に私は母親が沖縄だったから、沖縄決戦を彷彿させるものですよ。だからロシアはひどいことやってるのは確か。ただウクライナが今ドネツクでやっていること、この前カセット型のミサイルを落としたと、
こういった形で二十何人が死んでて、それは凄惨な映像が出てますよ。これを西側の一部はロシアの自作自演だって言ってるんだけども、そんな自作自演をして自国民を殺すような、そういうような国ではないし、そういったことをやった場合ロシア人それ許さないですよ。ですからロシアにおいては情報空間において、ウクライナ側は特に内務省傘下のアゾフっていう鍵十字みたいなマークをつけている、この部隊がやっていることを中心にロシアでは報じられているわけですね。それでひどいことがドネツクやルガンスクで起きているなと報じられて、ロシア人はそれがベースで頭作りができているわけなんです。それに対して西側においてはそこのところは全部編集でカットされちゃって、ロシアがやっているひどいことばかり映されると。でロシアではそこのところっていうのは映らないわけですね。もちろん知識人たちは VPN なんかを使ってちゃんと西側のネット見てますからね、それは知ってるわけなんですけども、重要なのはロシア人だけじゃない、ロシア語空間だ。これはカザフスタンとかタジキスタンとかウズベキスタンとか入ります。そういったところと西側世界の間で情報のもう声がたいぐらいのギャップがこの3週間でできてることなんです。それで私はウクライナのことについては極力発言をしないようにしているのは、まだ情勢がよくわからないから。だから徹底的に戦うとかいうのも極めて無責任だと思う。自分の問題じゃないから。他方逃げろっていうのも無責任だと思う。それは自分の問題じゃないから。1920年の4月5月の沖縄で逃げろと投降しろと言ったって、それは誰も言うこと聞かない。私の母親だってギリギリの状況になって、その首里から下がるときに手榴弾2個持たされて、いざとなったら自決しろと言われて、孫犬の方に1ヶ月ぐらい隠れていて、それで米兵に見つかったとき、私の母親が手榴弾抜いてピンを壁に叩きつけようとしたわけです。そのときに横にいた綾部っていう名前の山部隊の北海道出身のひげぼうぼうの伍長さんが、死ぬのは捕虜になってからでもできると、ここは捕虜になろうと言って手を挙げたと。だから北海道の人には本当にお世話になったっていうことと、母親は14歳の時にやはり時計が止まっちゃって、自分の残りの人生は余生だと、こういう感じになってたと。だからそこと二重心なんで、じゃあその時に時の日本の政府が素晴らしい政府だったと沖縄の人たちは思ってるかと。今それはそういうことじゃないですからね。あの時は命がけだった。あの時はそれしかないと思ってた。だそういったことを考えた場合、戦争っていうのは戦争が起きている最中において戦争の局外にいる人たちが発言していいことでいけないことっていうのは、僕はそこは仕分けしないといけないと思う。だからゼレンスキーさんに対しても以前から彼のことは見ているから言いたいことはたくさんあるし、プーチンさんは直接会って通訳もしたこともあるし、人柄も知ってるから、それからプーチンの周辺 の補佐官たちとか、あるいはプーチンのさまざまな理論を作ってる人たち、あるいは私はロシアの民族学人類学研究所 の大学院で所属してて、私自身のテーマっていうのは東スラブ三民族の相互関係で、ウクライナとベラルーシが私の専門だったから、そこのところで研究してたの。だからウクライナの民族問題とか、あるいは私は外務省のお金でベラルーシ語の研修もしてるし、そういったようなことに関しては一応私は私なりの知識があるつもりなので、でも今非常に抑制的に発言してるわけ。それはどうしたかというと戦時下だから。戦時下においては何かの発言というのはどちらかの陣営を利するから、純正中立はできない。だから自分の良心に反することは言えない。しかしその範囲の中でやはり自己抑制的であるということは、これは戦争中において第三国の人権の取らなきゃいけない態度だと思うんです。私は国会が決議なんかで我々はウクライナの人々と共にあるというのは非常に違和感を感じる。本当に共にあるのか、本当に一緒に戦うつもりがあるのか。我々が共にあるということを言えるのはアメリカだけです。なぜならアメリカは我々の唯一の軍事同盟国だから。だから我々はアメリカ人と共にあるということは言えます。アメリカが戦争に巻き込まれたと。いや、そういうようなところにおいて私は非常に日本の今の政治エリートの軽さを感じるんですよね。ウクライナと日本は同盟関係ではないです。
同盟関係のある国と同盟関係のない国って本質的に違うんです。それから同盟には同盟の掟があります。これは明文化されてないけど2条で1条同盟国は正しい、第2条同盟国が誤った場合にも第1条の通りにすると。ですから政策的にはアメリカの立場と違う立場は日本は取れないんです。これは日米同盟っていう選択をしたがゆえに、アメリカがもし本気の時はアメリカの立場と違うことは取れないんです。その時は同盟を離脱するしかない。しかし地政学的にロシア、中国、北朝鮮、しかも韓国もどっち向いてるかよく分かんないと、こういった時に後ろ盾なくして我が国だけで生き残るというのは多大なコストがかかる。高度国防国家になってそれでも勝てるかどうか分かんない。日米同盟は不可欠なんですよ。だから日米同盟を毀損するようなことはしてはいけない。ただアメリカだって単一じゃないですからね。もしこれトランプさんだったらこういったことが起きただろうかと私はいつも考えてる。あのプレジデントオンラインで書きましたけどね、トランプだったら多分起きなかっただろうと私もそう思ってる。それから皆さん覚えてる？トランプさんはウクライナゲートの問題で弾劾されそうになったでしょ。それは何だった？バイデンさんの息子の問題を徹底的にやれとウクライナに圧力をかけたんじゃないかっていう、こういう疑惑だったわけですよ。こういったことを総合的に考えるとウクライナ問題っていうのはアメリカの内政問題だから、特にバイデン政権にとっては重要。トランプはそこをすごく見てる。だから中間選挙後、今回のウクライナ政策っていうものがアメリカにおいてどういうふうになるかっていうことについても我々は注意深く見ないといけない。バイデン政権の後もアメリカは日本の軍事同盟国として唯一の同盟国という関係を維持しないといけないわけだ。またトランプさん出てくるかもしれない。そうすると状況またガラッと変わる可能性がある。そういったことまでも含めて今はゆっくりと様子を見てるということが非常に重要だと思う。ただ戦時中だから、戦時中においては国際法も通常の国際法のルールは通用しなくなって戦時国際法に切り替わるわけですよ。ですからそれは平時とは違う発言になるのは有識者として当然だと思う。しかし繰り返し言うんだけども、我々は心情的には今ウクライナの同盟国のつもりであるんだけども、ウクライナは同盟国ではない。ここのところです。アメリカは同盟国である。私はそこがすごく私にとっては重要なところ。例えばね、ポーランド、今回MiG-29 をウクライナに供与すると思う。ところがなんで直接供与しないの？なんで一回ベルリンの米軍基地から供与しようとしてるんですか？それでアメリカはそれを断ったよね。これに関しては先ほどのミグレランって人は面白い説明をしてた。これは NATO 憲章の第5条と関係してると。 NATO は他国によって侵略された場合には共同防衛をすると。ところが NATO 加盟国が侵略をした場合には防衛義務については何も書かれていない。先例があってトルコがロシア機を撃ち落としたことがある。その時にトルコが NATO への協力を要請したんだけども、 NATO 加盟国だから NATO はこれは五条事態ではないと、お前の方から撃ったんだろうって言ってトルコに入らなかった。ポーランドはそれを見てるんだと。それだからもし自分たちが飛行機をウクライナに飛ばしてロシアと交戦状態になった時に、ロシアがポーランドが宣戦をしたと、こういう見方に立った場合に本当に守ってくれるだろうか、その不安があるからベルリン経由にしようとした。米軍基地から出ていればそれはアメリカがやったってことになるから、アメリカを巻き込めると。しかしアメリカは断ったと。これでロシア側はミグラニアに出た、アメリカは絶対に出てこない。しかも NATO のこの動揺があると、ポーランドそういったところを見てるんだけど、これはやはり鋭い見方だと。だから NATO はやはり拡大しすぎちゃったんですよ。ここまで拡大しすぎちゃうと本当に NATO の域内の国、例えばルーマニアとかこういったところをポーランドとか
それを本当に守ることができるかどうかということに当事者に不安が生じてきているというこういう状況ですよね。それからとね、ついこの前までベラルーシを EU は非難してましたよね。シリアからの難民を送り出してそれでヨーロッパに大変な混乱をもたらすということだと。あの話今どうなっちゃったんですか。でも逆に今ウクライナの難民は原則全員受け入れてますよね、一時避難ということで。これすでに数百万人のオーダーになってる。ポーランドだけでも180万人くらいいる。これ EU の内部にどういう影響をこれから与えますかね。こういうようなことが日本の新聞を読んでると全然わからないんですよね。ウクライナ人とポーランド人の関係も決して単純ではないです。特にウクライナが英雄としているステパン・バンデラという人はポーランドの内務大臣を殺して終身刑であるところをナチスドイツによって解放されて、それ最初はナチスと提携して独立運動をやってた人ですから。それバンデラはロシア人とウクライナ人とユダヤ人、これを敵視してその虐殺に関与してますからね。そういうことを考えるとウクライナナショナリズムと、これは西ウクライナを中心にするポーランドとの関係っていうのもそんなに安定的な関係じゃないんです。それからさらにウクライナの一番の西部でザカルパチア地方っていうところがありますけども、あそこにはルシン人、ザカルパチアウクライナ人とも言いますけど、そういう人たちが住んでいる。この人たちは反スロバキア反ウクライナで親ロシア親チェコです。このザカルパチア地区も今混乱が生じ始めている。こういうことを見るとウクライナの中にもこの戦争下であるにもかかわらずウクライナが完全にまとまっているといけないわけですよ。例えばもしクリミアがウクライナの領土としてるんだったらクリミアの中では激しい抵抗運動が起きているはずですよ。これロシア軍の力によって抑えられているからクリミアの人々が動けないということではおそらくないでしょう。あれだけ強力なロシア軍を相手にウクライナ人が戦っているわけですから、そうするとクリミアに住んでいる人々のアイデンティティというのがウクライナにはないと見た方がいいんじゃないでしょうか。となると今のウクライナのゼレンスキー政権はクリミアを含む主権の回復ということは譲れないという中に入れているわけですよね。そうするとロシアの間での和平交渉の妥結する可能性ありますでしょうか。私はこういうところを見てるわけなんですよ。これ報道だけではわからない。しかし冷静に推理を働かしていけばこういう問題がある、こういう問題があるっていうのは見えた。だからこの戦争はいずれ終わると、終わった後の世界秩序がどういうふうに変わっていくのかと、その中で日本はどうやって生き残っていくのかと、このことを考えていかないといけないと思ってるんですよね。だから発言は非常に抑制的にしてるわけなんです。メディアによるバッシングに遭うのは嫌だっていうことよりも、戦時下においてはそういう立ち振る舞いをしないといけないと、これが有識者としての、マナーじゃないかと私は思ってるから発言を抑制的にしてるんです。神田から参りました牧島かなと申します。よろしくお願いいたします。今日は、本当の情報が知りたくて参りました。日々情報を取ろうとするとテレビのことでございますね。見ていますと一般人の私でもおかしいなと思うような内容でした。西側の、内容のことしかされません。一つお聞きしたいんですが、情報を流していらっしゃる記者の方とか皆さんは私よりもずっとグローバルでたくさん勉強された方だと思うんですけれども、そういった方はおかしいなと思っている方たくさんいらっしゃると思うんですが、何かそこにも大きな力が働いていて本当のことが言えないのか何なのかちょっと私には分からないんですけれども、その辺が知りたいところなんですが、よろしくお願いします。私がいろんな記者たちと話して考えているのは、自分の書いている記事に対してはみんな自信を持っている、それが真実だと思ってますね。だから何かの圧力に合わせて書いているっていうことだったら
逆に本当はそうじゃないんだけどなと思いながら書いてるっていうことだから、ある意味まだ矯正の方法があるんですけども、本当に正しいと思い込んでますよね。ですからそれで一種のサイバーカスケード現象になって、例えばモスクワの特派員たち何してるのかと思うんですよね。今ロシアで人に会いにくいのはともかくとして、国営テレビでやってるものを詳細に見て、今言ったような話ですよね、それを報告すればニュース性はあるわけですよ。それでロシア当局でも国営テレビでこう言ってるっていうことだけを報じればいいわけですから、それに対してこれはおかしいとかどうだっていうのは日本でコメントすればいいわけですからね。そうすれば記者は安全な場所にいながらきちんとロシア側の動きについて伝えることができると思うんですよ。例えばミグラニアンと先ほど のスースロとのやり取りなんていうのは私は十分ニュース性あると思うんですよね。先生どう思うんですか？絶対間違いないですね。安倍さんとの関係でどう見てるのかってみんな知りたいことじゃないですか。そうするとロシアのクレムリンに近い人たちはこういうことを言ってると。しかもこの側の番組っていうのは政府の見解を非公式に伝えてる番組だからと、そういう意味合いがある、そういうふうにして報じればニュース性あるじゃないですか。だからそういうところですよね。正確な情報っていうのは、例えばその語学を知っているとか、さまざまな情報源にアクセスできる力やお金があっても必ずしも得られるとは限らない。そこにおいては相手の立場になって考えるっていうのはしょっちゅう移動するんですね。それを繰り返してやるっていうことが非常に重要なんですよ。私は同志社大学の新学年にいるときに演習でよかったんですよね。あなたがもし大元教の人だったらこの問題についてどう考えますかと、あなたがカトリックの人だったらどう考えますかと、あなたが根高教の人だったらどういうふうに考えますかと、あなたが神社本庁に所属する神社の人だったらどう考えますかと、こういうような演習っていうのがよくあったわけなんです。それぞれ別の宗教の人になりきって同じ問題がどういうふうに見えるのかっていう、こういう訓練をしたっていうのはこの60いくつになって非常に役に立ってますよね。だから自分にとって絶対に正しいことと思うことはあるんです。ところが他の人にとっては別のことが絶対に正しいわけなんですよね。で複数の絶対に正しいことってあるんですよ。人間は神様じゃないから。それを見ていくと、ただ重要なのが今ロシアがやってることを間違えてるってことは明らかなんです。それであれだけの人を殺して、これはロシアの理屈立ててますよ。極力民間人の犠牲を出さないようにしてると、ウクライナ側が人口密集地のところに兵器やスナイパーを入れてるから。しかしこれは劣勢になった時にどの軍隊だってやることですよ。ロシアだってナチスに攻められてやってたじゃないですか。だからその中においてその向こうの人がたくさん殺されるっていうこの現状っていうのをから目を塞いでる今のロシアっていうのはこれはおかしい。しかも僕がものすごく嫌なのは、私はモスクワで付き合っていて本当にリスクを冒してソ連体制を崩壊させて、なおかつエリツィンの改革路線を定着させようと、それでアメリカ的な価値観、国際スタンダードの価値観でやっていこうとした人たち、さっきのミグラニアンとかニコノフとかそういった人たちですよね。そういった人たちは今完全に心の底からアメリカっていうのは世界支配をするためだけに、その我々スラブに言ったら単なる道具として使ってると。今アメリカのロシアのニュースではアングロサクソンって言葉がしょっちゅう出てくるんです。要するにアングロサクソン系の世界支配の話でずっと続いてるグレートゲームなんだと。だから例えばロシアがデフォルトしそうだなんて話日本で散々出てたでしょ。デフォルトなんてしませんよ。なんでドイツから今日に何百億入ってると思います？ロシアにこれ数百億入ってますよ。日本からだって20億円以上入ってますよ毎日。なんでだと思います？ガス代ですよ。だからロシアの政府の外貨準備はないですよね。ところがああいう国ですから民間企業に入ってきた外貨を強制的に召し上げることはできますから、今だって外国貿易で得た8割はルーブルに変えないといけないということを決めてますからね。そうするとデフォルトに利子の支払いを続けることぐらいっていうのはこのガス代だけで十分できるわけですよ。
だからもしロシアがルーブル払い本当にやるとか、いうようなことをしたら、これはできないからやらないんじゃなくて、そういう意思を強力に持ってやるということですよね。だからそういうところでその現実やっぱり見ないといけないと思うんです。金は流れてるんですよ、ヨーロッパとそれから日本から。だから本当に止めれるような経済制裁っていうのに踏み込むのかどうなのか、僕はこれはもう踏み込まないと決めてると思うんです。あと日本は空を開けてますからね、これも日本にとっては利益が大きいから。だからその意味では日本というのはかなり自主的な外交をやってるわけですよ、エネルギーと空に関しては。でもそれはそういうもんです。フランスもロスアトムと協力関係になりますからね。原子力発電に関してはこれはロシアとの協力簡単に切れないんですよ。ドイツはガス、そういったことを考えた場合、この戦争はやはり不思議な戦争なんです。それこの戦争をやってる瞬間においてもウクライナを経由してガスはきちんと流れてますし、ウクライナのガスも提供されてますからね。だから総力戦ではないんです。テーブルの下ではかなりつながってるんです。この辺のところっていうのは普通のその政府の統計、あるいはやっぱり日経新聞の経済関係の記事を読んでるとよくわかりますよ。ただ今回の制裁でロシアの経済がだいぶシュリンクするのは間違いない。それとともにね、僕が一番恐れてるのはロシアがまた内側にこもっちゃって自分たちの独自の価値観と独自の情報の流通体系と独自の世界を作っていっちゃう。それでその後そういったロシアとのネットワークを持っていくのにが都合がいいと思うのは、中国はみんな注目してるでしょ。中国だけじゃないんですよ、インドもそう、トルコもそう。意外と気づいたのがサウジアラビアなんですよ。サウジアラビア石油の増産協力しないでしょ、ロシアと手に入ってますよ。原子力協力ロシアと進めていきますよ。あとアラブ首長国連邦、ああいうような国っていうのはロシアのようなあまり開かれてなくて、消費文明は西側のものを受け入れてるんだけども、政治体制においては権威主義的な体制っていうのはむしろ自分たちにとって都合がいいと思ってるわけですよね。あとアフリカ諸国、だからそういったことを考えた場合においてはそのあとブラジルもだな、それから他の中南米諸国、そういったことを考えてみると意外と我々西側陣営、政治的にはアメリカや西洋と西側陣営の方が以前よりも影響力少なくなって、日本が国際連盟を脱退した時のリットン調査団の結果に対しては賛成がほとんどで反対が日本で、棄権がシャム、タイだけだったでしょ。それと比べて今回はロシアに対する非難決議で反対は4カ国だけだけども52カ国が棄権か不参加っていう選択を取ってるわけだから、満州事変で日本が追い出された時と比べればロシア孤立してないんですよ。そういうようなところっていうのを歴史にも照らしながら冷静で見ないといけない。そうするとこの戦争はいつか終わる、これによってプーチン政権が倒れるとかクーデターが起きるとか、こんなの希望的観測にすぎない。あるいは連邦保安庁で対外情報担当の責任者が今拘束されていると考えてみるとまずおかしいと思わない？連邦保安庁というのは国内やる役所ですよ。対外情報の責任者はナルイシキンですよ。ただし連邦保安庁と対外情報庁で重なる部分があるのね、 CIS 諸国で。でもここに関してはロシアの報道では土地の汚職だっていうのは出てますから、ですからこれはむしろ政治的な問題ということよりも好奇心性の一環と私は見てるんですよね。この辺ロシアの新聞で報道されてるわけですよ。だそういうことを考えた場合に西側のところに入って出てきてる情報っていうのはかなりのふくらしことからしこが入ってるような感じがする。だそれは今やらないといけないことは、私が注意して見てるのは普通に日本の新聞を読んでるしアメリカの新聞も読んでるけども、同時にロシアの新聞よりもテレビね、特に国営の、 公共テレビの第一チャンネル、これの、 バリシャイグラっていう番組と、あとブレーメンっていう
一日の総括ニュース、それをやはり丁寧に見て、あとは自分の頭で考えていくことが重要だと思ってるんですよね。はい、あの横田さんどうぞ。はい、皆さん今質問する方は小池百合子さんに質問をしてですよ、排除の論理を取ったあの横田さんという有名な人ですから何を言うか注目してください。フリーの、横田はじめですけども、ロシアのウクライナ侵攻はおかしいという一方で、ウクライナ側にも責任があるという宗男先生の発言は非常に貴重でだと思うんですが、なぜ維新全体としてですね、宗男先生の主張を同じようなことを言わないのか、あと、安倍元総理もですね、同じ事情はお分かりだと思うんですが、このアメリカべったりの岸田政権に対して日本の国益損ねるんじゃないかという苦言を呈してもいいと思うんですが、維新の幹部と安倍さんがなぜ鈴木先生のご意見を同じことを言わないのか、なんか教えていただきたいんですが、はい、これ横田さん正確に聞いてください。私はロシアの侵略侵攻、力による国家主権の侵害はいけない、あるいは領土の拡張もいけない、これを前提にしての話です。同時になぜここに至ったかったら双方に問題あるんじゃないですか。侵略したほうが悪いですよ。我々の世界の皆さん聞いてください、喧嘩両成敗と言っても先に手を出したほうが負けじゃないですか。しかし結果としてその要因を作ったやつも問題だとして、それなりの注意なり検責を受けるんじゃないですか。皆さん方が交通事故を起こします、例えば青信号で行っても法律ちゃんと守ってるのはこっちであっても赤信号で飛び出すしています。ぶつかって事故を起きたとき皆さん 100% 保険を負いますか。おりませんね。よくて80じゃないですか。それで赤で来た人らでも20保険もらってんじゃないですか。現実は私はそれを言ってんですよ。いいですか。だから力で攻めた方がまず先に手を出した方が悪いんです。しかしその原因を作った側にも幾ばっかの責任があるということを私は言ってるんです。ただその場合やっぱり最大に今問題になってるのは、その均衡を失するほどロシアが今やってることっていうのが激しくなっちゃってると。だから今の保険金でいうと 20% ぐらいは引かれる部分がそうじゃなくて、確かにこちらの側に問題があるんだけども、これやっぱり全額こっち側に持たせないといけないっていうぐらいの均衡をしたことをロシアがやってるっていう、これがね、横田さん、ロシアの一種のね妄想の世界に入り出してるところ、これ一種の被害妄想で、僕はロシアの総合ニュースを見てて驚いたんだけどね、というか背筋が寒くなった。それはどうしたかというと、ロシアがウクライナの研究所で生物兵器を作ってるっていうでしょ。その先の解説でゲノムで、ウクライナ系ロシア系の人間のゲノムだけを集めてる。アメリカがやろうとしてるのは特定の民族をに対して感染症を作るゲノム兵器の研究じゃないかっていう、こういうことを真面目に言ってるわけ。だから西側からだったらみんなが笑い飛ばすようなフェイクニュースだというふうに笑い飛ばす話なんだけども、ロシア人たちはかなりこれを信じちゃってる。これはその政治エリートだし、ここが一種のそっちからいうと病的なところがある。だからザパロージェのこの原発を占拠するにも、ロシアは本当にダーティーボンブをウクライナが作るんじゃないかと、こういうふうに本当に思い込んでる。この思い込んだ時のロシア人のその怖さってあるんですよ。だから今やってることがどんどんエスカレートしてめちゃくちゃなことをロシアやってると、そうするとその通常であればウクライナ側の瑕疵っていうものも言って、その両方のこの問題を見ないといけないっていうのが、今ロシアがやってることが本当に極端なことになってきたから、そこのところについて議論すらできないぐらいひどい状態になってるっていうのも、これは僕間違いないと思うんですよ。そういう中でどういう活動、メディアの発信あるいは政治活動が求められているんで
しょうか。いや、そうするとその横田さん の, スタンスみたく、常に何事についても是々非々で、それで事実を追求していくと、こういうような姿勢の方たちが自分の信念に基づいてやっていく仕事っていうのはやっぱり非常に重要だと思うんですよね。それで私はそのマスメディアの人間ではないですから、それから元行政官でもあったし、若干研究者的なところもあるんだけども、やっぱり何よりも私の場合には今回のウクライナが置かれている状況っていうのが70数年前の沖縄と重なるんですよね。それでああいう状況に置かれちゃっている人たちに対して外の人は何できるのかっていうと、やっぱりその回答はないんですよね。とにかくできる私にとってのギリギリのことは無責任なことは言わないと。だから逃げろとか徹底抗戦しろとかやれやれとか、ウクライナの人と共に我々があるとか、そういうようなことは言わないと。それぐらいの人しかできないな。最後にオリバストー監督のウクライナオンファイヤーを見てですね、鈴木宗男先生の主張がよく分かったというか、非常に一理があるというのが分かったんですが、この、オリバー・ストーン監督の番組についてはフェイクニュースじゃないかとか、ロシアのプロパガンダという見方もあるんですけど、どう評価されているんでしょうか。僕は見てないからコメントできない。ただフェイクに関してはね、ロシアの第一チャンネルで毎日アンチフェイクっていう番組やってるわけ。自分たちのやってるフェイクについては一切言及しないで欧米のフェアリアスのフェイクを一つ一つ潰していくっていうやり方なんだけども、そうするとお互いフェイク合戦やってる。そこで横田さん見てて怖くなってきたのは、ロシアはもはや西側に理解されようと思ってないね。要するにロシア語を母語とする、あるいは母語と同じぐらいに使えるような旧ソ連圏の人たちだけに理解してもらえばいい。どうせ西側は我々のことは分からないんだ。この中側にこもっちゃってるロシアっていうのはすごく怖いんですよ。これ横田さんですね、これ民主主義っていうのはやっぱり約束は守る、これが前提ですよね。やっぱりミンスク合意があった位置に、これは曲がりなりにも一旦合意してるわけですから、これを守っていくというのが一番ですよ。ただここはちょっと私先生と考え違っちゃうと思うんですけども、うん、もうミンスク合意のことを話してもこれは死んだ子供の年齢を数えるのと一緒になっちゃってるから、今はもうそこにはもう戻れない。いや、ただそこで私はやっぱり言いたいのはね、喧嘩する前に話し合うことだと思うんです。それはその通りです。その話し合いをじゃあ誰が断ったかということ、最初に。いや、だからゼレンスキーさん、ここをね冷静に考えなければできません。ゼレンスキーさんの立場からすると話し合うことできないんですよ。話し合って妥協するっていうことになったら、今度周りの人たちに今度ゼレンスキーさん降ろされちゃうから、だからその意味においてはゼレンスキーさんの身動きが取れない。小磯首相だって東条さんの後を引いた、戦争をやめたいと思ってたと思いますよ。それだから引き受けたんで。しかし小磯首相は戦争をやめるっていうことはできなくて、最後の一撃で何とかやって、そこのところで和平にしたいという形で台湾沖航空戦とかこういう話になっちゃったわけですよね。だから鈴木貫太郎のような人が出てくる。だからロシア、ウクライナと、まあ、ゼレンスキーさんとプーチン政権というのは何らかの合意が出るとは私は思わないんです。そうじゃなくて救国政権みたいなのがウクライナに出てくると、これ西側で言うと傀儡政権という言い方になるんですね。ところがね、過去ソ連がやってた中においていわゆる傀儡政権が樹立されたってことはないんですよ。ハンガリーではイムレ・ナジっていう首相を銃殺にして、その後出てきたカーダールっていう人はこれイムレ・ナジの右腕だったわけですよね。それソ連と戦ってた人です。しかし誰を相手に戦争してるのか、この場面だったらハンガリー民族は滅亡するっていうことで汚れ役を引き受けて出てきたんです。それからチェコスロバキアのプラハの春の後、このドプチェクさんの後に出てたフーサークさんっていう人はスロバキア民族主義者っていうことで終身刑を受けた。そういうスターリン時代には弾圧されてた人で、この人もドプチェクさんの信頼の厚い人でした。そしてソ連を相手にこれ以上戦ったらチェコ人スロバキア人がどんなことになるかっていうことで、いわば汚れ役を引き受けたわけですよね。あるいは
ソ連に占領される前に戒厳令を引いたポーランドのヤルゼルスキーさん、こういうような人たちっていうのはソ連の手先だと、それこそ裏切り者だというふうに言われてるんだけども、冷静に言ってみると彼らは彼らの中で自らの民族のために最善の役割を果たしたということだと思うんですよ。だからウクライナも今後のシナリオで見てくるならば、何らかの合意がロシアとできるんだったらゼレンスキーさんの次の政権の人たちだと思うんです。ただロシアは相当ひどいことをしたんで、兄弟民族であるウクライナ人というこれで長期間にわたって敵に回しました。この戦争によってロシア語話者であっても反露感情が強まっちゃった。ここのところっていうのはもうどうしようもないこういう状態になってるんですね。あとね、ロシアにとっても面白いテレビがあるんですよ。2021年のに大ヒットして22年に次のが出たんだけど、月の裏側っていうドラマなんですね。2011年にモスクワの大きな教会堂があるところ、そこの前で連続殺人犯を追ってる警察官が連続殺人犯と一緒にその捕まえるところで向こうが体当たりして大きな交通事故がある。そして1978年にタイムトラベルしちゃった。その前には大きなその教会がなくなってプールがあった。それでそこで知り合ってなんとかまた元の時代に戻るっていうことで、一人の KGB の中堅将校と知り合うんですね。そいつに教えるわけです。ソ連はなくなるよと。それでじゃあどうしたらいいんだと、生き残るためにはと。そしたら証券民有化やるからそこで金持ちになってと、こういうやり方やればいいと。それでオリガルヒになって、この男は俺にはものすごい恩義があるからなんとか助けてくれってやってるわけですよ。で結局いろんな偶然が重なって戻ることができたと。これ第一シリーズで視聴率も30何パーセントぐらい取ってものすごい人気あったんですね。そこで続編を作ったんです。この続編が2011年のロシアに帰ってくるんだけども、実はソ連は崩壊してないそれで火星は我らのものとかいうようなスローガンがかかっていて、コカ・コーラとかチョコレートとか西側のチョコレート、チョコバーが全部禁止されていて、独自の中の空間でコンピューターも NAK と Mac っていう特殊なコンピューターで、しかもブラウン管が全部あると。その代わり移動は全部気球で移動してると、飛行船で移動してると、みんな空を。それから車はオンボロのソ連車のボルガとかなんとかが走ってるんだけども、鍵がみんな共有で、ズベルカルタっていうのがあって、全部その電子マネーで国が管理してると、人が何に使ったのか分かって、それで車は自由に使えると、こういうような時代になっていると。それ携帯電話とも別にポケット電話っていってダイヤルがついてる木の箱でできてるような電話機があると。西側と完全にかけ離れたソ連なんですね。それそこではその KGB の中堅将校が今は書記長になって独裁国家になっていると、こういうやつなんですよ。それディストピア映画で、これはね数パーセントしか視聴率がない、誰も見たくないと、これ今の姿じゃないかと。だからその月の裏側の第二シーズンみたいな状況がこれから私出てくるんじゃないかと。ロシアでこの内側になって独自の閉鎖的な体系で、だから今フコンタクタフっていうのを使ってるでしょ、ロシア人は。フェイスブック使えなくなっちゃったから、それでグーグルは使わないでみんなヤンデックス使ってるよね。だからだん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 閉鎖空間になってきて、そこのところから交われなくなってくる、お互い。そうすると全然違う像でお互いを見るようになってくる。これが怖いんですよね。だからこういうことで、ソ連崩壊からこの30年間は例外的な時期で、実はロシアっていうのは内側にこもっちゃって謎の国なんだっていうふうにまた戻ってくるんじゃないかと。しかしそのロシアは核兵器持ってる。この状況は良くない。だから何としてもロシアの窓を開けていく仕事をしないといけないと。これは過去ロシアは日本の外交官として仕事してた人間として、残りの人生どれぐらいあるかわからないけども、やっぱり一つのそれは自分の責任としてあると思うんですよ。だからあの国を閉ざさないようにするっていうこと、これがすごい重要だと思うんですよね。ありがとうございます。あと横田さん、私は安倍元総理とも先週も会ってるから、先々週も会ってます。安倍総理でですね、やはり力による侵攻はいけない、これは明確に言ってるけども、それ以上のことは言ってません。同時に
安倍総理は安倍総理の今のやり方に対しての明確な考えや思いを持っています。それはいずれ安倍総理は私は発揮されるものだと思っております。森元総理もプーチン大統領の一番信頼のある人ですけれども、森さんも今は鈴木さんも黙ってるしかない、世の中の空気としてね、黙ってるしかないというのが森先生のお話でした。それと維新の幹部と考え方は違うんですけれども、基本は一緒ですよ。力による進行はいけないということ。ただその維新の幹部で誰を指してますかね、横手さんは。あ、松井一郎の代表が。松井さんは私の発言をきちっと理解しています。鈴木さんは鈴木さんの思いがあっていいし、それを発言しているだけだということで、この点は何も心配ないと思っています。同時に私は今日一緒の人でもいますけどね、はっきり言えることは歴史を一言勉強しているかということです。このウクライナ問題は今だけの話じゃないんですから、さっき言ってるようにミンスク1、2の合意もあれば、その前からプーチン大統領はさらに統一統一の時からの懸念と心配が今出てきているから、ここは譲れないというそういう思いなんです。そういったものすべて頭に入って物を読んだらいいけども、今の感情的な今の現象面だけ見ていいだとか悪いとか言っちゃいい、私はいけないと思ってるんです。私は歴史を踏まえての話であるということ。佐藤さんが先ほどぐらい極めて表面にも気を使いながら、そして現実を見ながらお話しされている、それはやはり佐藤さんの立場です。もし佐藤さんが一般人ならばもっとはっきりも言えますよ。今やっぱり佐藤さんはある種は文化人として、ある種は哲学者として、ある種はもう何でもいないこの知識人としてのですね、さまざまな大変な評価をいただいている方であります。だから佐藤さんは佐藤さんの気持ち私は100も承知してますから、表に出さない、あるいは言わない、それがまたフェアなんだという感覚でいるということもね、我々はそういった信頼関係の中でね、きちっとやってるし、ペースは変わってないということなんですよね。だから私はそのロシアの嫌な部分については非常によく知ってるわけなんですよ。それでそのこの状況においてプーチン政権を利したくはない、その思いが非常に強いわけです。プーチン政権の中でもこの状況の中に不和来道してと自分のポジションを固めようとして残虐なことをやってる連中っていうのを何人か顔浮かびますからね。ただそれと同時にロシアの中でもですね、西側との関係をこんなにめちゃくちゃにしてはいけないと。だからさっきの外務省声明でも明らかにロシア外務省の日本サービスは日本との関係が断絶しないようにっていう配慮を働かせてるわけですよ。それはおそらく対外情報庁の中にもそういう人たちがいる。そういう人たちの分析、彼らは口に出して言えないんですね。そこをやっぱり読み解くっていうことは我々専門家の仕事だと思うんです。だから現在の状況においてとか書かれてないことにどういう意味があるのかっていう、これは読み解かないとわからない。私は専門家の仕事ってそういうことだと思うんですよ。だからそこのところがそのなんか脊椎反応を見たくしてロシアっていうとイコールけしからんと、こういうふうになっちゃうのはこれはまずいと、こういうふうに思ってるんですよね。だから今細い糸ですけども、ロシアとの間でつながってる糸、これを切らないんですよ。これ簡単に切れます、政治的な判断で。だからこれを切れないようにするっていうこういうことだと思いますよね。でもそれにしても私今でもわからないのはなぜ日本が個人制裁をかけたかっていうことなんです。これに関しては一部の新聞で出てますけど外務省も慎重だったと。それは外交官たちは全員慎重になるでしょう。これはお前と付き合わないっていうメッセージですから。だからこれに関しては今後やっぱり検証されていく、3月1日の日本政府の対応っていうのは今後大きな私は禍根を残したと思うんですよね。本気で喧嘩するんだったらそれでいいんだけども、そこまでの腹が固まってたのかと、日本政府として。またそこまでの腹を固めるんだったらこれは国民へのテレビ演説かなんかを行って言うべきですよ。ロシア日本となって日本にとって脅威だから、プーチン政権とは我々は一切関係を断つと、そういう思いなんだ。蒋介石政権相手にせずに匹敵するぐらい の歴史的な出来事ですからね、プーチンへの制裁っていうのは。こういうふうに思うんですけどね。
はい、あの時間ですのでいいですかね、申し訳ありませんけども、あのまた6時からこのゼレンスキルの、 あの演説が入ってくるもんですから、そこに向かう人もいられおられると思います。あの皆さん、あの私は一つ皆さんにあのお知らせしたいんですけどね、前回の大地塾の後にちょうどあの第1回目の停戦交渉ありました、4日後に。その停戦交渉にウクライナ側で正式に出ていた出席メンバーが5日後にはウクライナによって殺されております。これウクライナが発表しております。ウクライナ国防省情報局総局が第1回停戦交渉後のウクライナ側代表団の一員だったキレイク同省情報局長の死亡を発表中で、特務任務中に死亡したというのは、写真見ると至近距離で、これはもう私なんかもう乗せたくもないから乗せてないんですけど、至近距離で頭撃たれてます。政府の代表なんですよ。そしてそのウクライナ側が発表したにもかかわらず、今の話知ってる人いたらちょっと手を挙げてください。少ないですね。本来ならばもっともっと知らされて知るべきまた情報だと思いますよ。そのぐらい今は私は情報が本当にですね、正しくお互いの公平に扱っているかどうかというのもちょっと疑問に思っているんです。特に政治家の皆さん方がどれほどまでにですねそれを認識しているかというのも私はちょっと心配なんですね。ただどうしてもこれもう私自身の経験からも流されますからね。ただもう今私が冒頭言ったように一つ流れ作られたらこれを変えるったら大変でしょう。しかしいずれ結果は出るんです。いずれ結果は出る。その結果を出てからまたいろいろまた考えていかなくてはいけないんじゃないかな。だから私は国益に関わる問題がなければ強く出てもいいんです。アメリカの言いなりでもいいですよ。しかし国益にかなう問題が残っている。しかも国境線も決まってなければ領土問題が解決していなければ平和条件もないならば、日本の立ち位置だとか日本のやはり主張だとかなんかも頭に入れながら私は進めていただきたいとやってもらいたい。元島民の皆さん方も87歳です。平均年齢3分の2が亡くなって3分の1しか残ってません。涙ながらに毎日のような全職で電話来ます。北方領土行けるんでしょうかと。もう一回だけ死ぬ前にお参りしたいんです。だから私は昨日も墓参のお願いだけしたんです。他は何がなくなってもいいけども墓参だけはやってくれと。この点岸田総理も真摯にね、もう元党民の思いだけはしっかり受け止めてやってまいりたい。で佐藤さんがさっき言われたようにですね、ここはじっと静かに、まあ、様子見ながらやっていくしかないという流れの中で、ここは大人の対応をしていけばですね、まあ、なんとかなるかなという感じもしてるんですけども、おそらく政治家の中でも防災がいつ始まってどうなったか分かっていません。ビザなし交流がいつ始まってどうなってるかも分かってない人が今多いんです。だからこの点ですね、正直者がバカを見る社会だけは私たちが私は作りたくないし、自分の経験からしてもですね、私はやっぱり言うべきことは言うけどもですね、そして民主主義は折り合いだ、もう話し合いしかないんだということ、もっと日本政府なんですよ、ここはみんな話し合いで結束しようと言ってですね、圧力をかけるしか私はないと思ってるんです。いや、そんな簡単なもんじゃないと言っても、やっぱりここは国際世論190何カ国、国連加盟国あるわけですから、そのうちの大方の国がですね、やっぱりそうだそうだとなれば、私はまたあの流れも変わってくるのかなという、まあ、希望と期待とですね、あの、かすかなあの思いを持ちながらですね、私は私なりの発信はしていきたいなとこう思ってます。これ私なんかもう40年前中間一郎先生死んだ時人生終わったと思ってますから、2回目は逮捕された時もこれ終わったと思ってます。3回目は収監された時も終わったと思ってます。それでも今おかげさんで働く立場得てますからですね、私はこれはありがたいと思ってですね、まあ、生きてる限りここは私はしっかりですね自分の、 あの信念を持って、まあ、生きていこうかなと。誰が何と言おうともですね、
ここは変わらざる思いで生きていきたいものだと、誰よりも正直にですね、私は生きていきたいものだと、まあ、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。来月も第4水曜日でいきますので、大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、第4水曜日、4月の場所もここか、はい、来月もここだそうですから、よろしくお願いします。4月21日です。27日。27。第4木曜日で。水曜日。第4水曜日ですね。第4水曜日。第4水曜日。第4水曜日。はい。27日。はい。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。